オラマサミです。今回はこちらのでっけえマッシュルーム使って美味しいタパスですね、お酒のおつまみを作りたいと思います。ただただ詰めて焼くだけなので誰にでもできます。ぜひ作ってみてください。スタート。あと先に始める前にオーブンを200度にセットしてください。それから準備に取り掛かります。はいはい、ではでは材料の紹介です。マッシュルームは、まあ、食べたいだけの量を用意してください。結構これは大きめのマッシュルームです。1,2,3,4,5,6,7。でもちょっとお腹いっぱいなんで今日は3個しか使いません。それと、刻み玉ねぎ。適当に刻めばいいです。それと、刻みニンニク。あと、こちらの生ハムですね。まあ、普通のご家庭にはないので、生ハムの代わりに、まあできればそうですね、パルマ産の生ハムとかパック詰めで売ってますよね。それを使ってください。まあベーコンもまあギリギリ許せる食材ですね。まあベーコンでもいいですけど、できればここは生ハムを使って作ってほしいです。それと、このスキレット。これに入れて並べて詰めて焼くだけなのでとても便利です。まあなければ普通の小さいフライパンでも構いません。ただオーブンに入れるのでオーブン対応のものを使ってください。まあ特にね、なんか本当にね簡単すぎて申し訳ないんですけど、まあとりあえず生ハムを、特に分量は決まってません。マッシュルームの穴の大きさに合わせた量を詰めるだけなので、まあ、生ハムだとちょこっとですね。で、以前の動画で焼き野菜のサラダを紹介しているので、もし生ハムを購入して余ってもそうやってサラダに使ったりすれば美味しく食べられるので、ぜひ、パルマ産かスペイン産の生ハムをぜひ購入して今回は作ってみてください。全く味が変わります。で、生ハムはこれ適当に刻みます。本当ね、今回の材料は適当って言っちゃあれですけど、まあ細かく刻んであとは詰めるだけなんですね。詰めるだけなんだよ。子供と一緒にやっても楽しいですよ。で、マッシュルーム、これを、はい、こうやってついてますよね。これを取って、で、水で洗わないようにしてください。もし汚れてる場合はこういったタオルとかを濡らして拭き取るようにして汚れを取ってください。で、まずこういうとこだけ先に食べない部分を取っちゃいますね。ちょっと僕お腹いっぱいなんで今日は3個。よし、OK。で、マッシュルームの石突きをちゃんとこうやってしっかり持って付け根に手を当て、指を当ててこうやって押すとパキッて取れるので、で、うまくやらないとこれ裂けちゃったりするので、でもし裂けちゃうとそっからうまみが流れ出してしまうので、絶対に割らないように気をつけてください。比較的割らないようにするためには慣れてない人は結構きつく持ってしっかり押さえて付け根に指を当ててパキッと折るようにすればきれいに取れるので、こういう感じで抜いてください。で、今回の料理はね、これキャンプにも向くんですよね。詰めた状態でもうこのままラップしてキャンプ場に持ってって、コンロじゃねえ、薪その上にかけてやればすぐ出来上がっちゃうので、熱伝導がいいですからね。キャンプにもおすすめです。で、この余ったのはどうするかっていうと、これは
この中に入れちゃってください。あの穴には詰めないようにしてくださいね。でここまでやったら最初に玉ねぎじゃないあのニンニクね、ニンニク入れます。ニンニク入れます。量は特に決まってません。で玉ねぎもう多少こぼれる感じで乗せてもいいです。これ正しくはこの料理はマッシュルームのセゴビア風って言ってスペインでは有名なタパス料理なんですね。生ハムを詰めてその美味しさをいただく料理です。でこういう感じです。玉ねぎね。でこの生ハムを少し抑え気味にしてのせます。もうたっぷり、あのオーブンに入れていると水分が抜けてくるので、そうするとかさが減って平らになってきます。もう本当に豪快にはみ出して盛り付けるような感じです。こういう感じです。もうこれで OK で、ピーマンを入れても美味しいですよ。それでこっから味付けで、オリーブオイルを見ててください。近くでやるよ。これはまんべんなくかけるのがポイントです。サラダオイルはやめましょう。オリーブオイルです。上質な、これをたっぷり、要はマッシュルームのアヒージョみたいな感じなんで、はい、たっぷりかけたら、次はこれね、塩がポイントなんですよ。中途半端に振ると全然美味しくないです。このキノコっていうのは 90% 以上水分なので、しっかりまんべんなく塩、え、そんなに塩するのっていうぐらいしてます。はい、これで OK で、塩したらポイントはブラックペッパーです。ホワイトペッパーじゃなくて、必ずブラックペッパーにしてください。これをまんべんなくしっかりかけます。もうこれうちでも人気メニューなんで、これ本当ね、もうびっくりするぐらい美味しいんで、こういう状態よく見て OK。 はい、ではコンロにかけます。はい、ではコンロにかけて温めていきます。あ、消えた。で強火にかけて、はい、ぐっと近づいて、はい、強火にかけてグツグツしてくるまで待ちます。冷たいまま入れると、あの温まるまでに時間がかかって水分が抜けてしまうので、それだけ気をつけてください。必ずグツグツ言ってる状態でオーブンに入れます。でもしオーブンがない方は、あのやったことないけど、なんだっけ、あのトースターですか、トースター使ってもいいですよ。それかグラタン皿に入れてトースター使って作ってもいいです。でも上の部分しか火が入らないので、まああんまりおすすめしないですね。できればオーブンでやってほしいです。で音聞こえてきましたか？これだとまだ早いです。もうちゃんとね、グツグツバチバチ言ってきてからオーブンに入れるようにしてください。ほんとね、これうまいんだな。見るだけで作らないのはほんと損なんで、この料理は。普通なんかみんなマッシュルームのアヒージョとか紹介してる人いるんですけど、マッシュルームをスライスにして。でもスペインだとああいうあんまり食べ方ってしないんですね。こうやってやることで中に旨味がもう凝縮されるんですね。生ハムもニンニクの旨味も全部このマッシュルームの器の中にとどまってる状態になるんです。そうすると、一口食べた時に口の中でじゅわーって旨味が広がるんで、
めちゃめちゃうまいです。だからこの丸ごと作ることに意味があるので、作るときは必ず丸ごとでやってください。もしマッシュルームが小さい場合は、まあ小さいなりに、あの、詰め方を変えればいいだけなので、とにかくこの形を維持して調理するようにしてください。で、今ぐだぐだ喋ってる間に沸いてきましたね。バチバチ言ってきました。そうしたらオーブンに入れます。とりあえず、そうですね。8分。いつも勘でやってるんでわかんないんで、8分で見ます。はい、ではそろそろできた頃なんで、どっかな。はい、出来上がりでーす。はい、もっとアップして。この状態ですね。出来上がりです。あと、これだと色合いがちょっと寂しいので、少しパセリを振ります。はい、出来上がり。では食べてみましょう。できた、できた。はい、出来上がり。お待たせ。で、このスキレットをお皿に乗せるときはすごく熱いので、必ず何か紙かなんか下敷きをしないと割れてしまうので、必ず引くようにしてください。はい、出来上がり。はい、出来上がり。はい、今日はちょっとワインでも飲みますか。はい、乾杯してくださいね、一緒に。はい、乾杯。スペインでは乾杯のことをチンチンって言います。関係ないか。はい、うん、実はアルコール弱いです。これいいでしょ。スペインのナプキン立て、アンバルっていうビール会社が出してる。これスパッと取れるんですよ。はい、食べるよ。これがね、うまいんだな、これ。これぐさっと刺して、これをね、ナイフで切っちゃうとダメなんですよ。このまま、ちょっと熱いけど、このまま食べるのがうまい。あっちいな、でも。あーが、熱すぎた。すごく熱いんで、やけどに注意ですね。あと、パンを、あ、落ちちゃった。パンを忘れずに、この、鍋に残った汁がとてもうまいので、あっちゃ。バゲットにつけて食べてください。やっぱちょっとでかいので、一口では熱すぎました。お、美味しそうな焼き色ついてるでしょ。崩れちゃったけど。ダメだ、熱い。うん。うまい。うん。うん。これ本当に美味しいから、絶対作ってね。あっち。うまい、うまい。めちゃめちゃうまい。うちのお客さんも、このマッシュルーム食べると、びっくりするんですよね。美味しいなんて言わないですよ。
めちゃめちゃ美味しいって言うんですよ。うまい。はい、ぜひ作ってみてください。